冬です。座れ座れ座れ座ってください。はい、何ですか、土方に続いて何ですか。こちらです。どうぞ。どうぞ。ちょっと待ってよ。今日はエビネはというわけで、何ですかこれは。トゥクリームでしょ。見ればわかるんですけど、この感じ久々なんじゃないかな。これあれか、全部なくそう系。いや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 、今回やる企画なんですけど、エビくんいないんですよ。エビくんはこの後来るんですよ。あ、まあそう、この後来るんです。参加できます。後からで大丈夫です。あ、そういうやつね。僕ら今までさ、15分でさ、いくら食べれるとか何個食えるとかやってきたじゃん。お店とかでね。いや、これをね、協力でリレーにしたらちょっと変わって面白いんじゃないかなって。今回はチームプレイみたいな。そう、俺から始めます。僕、食べたらすぐいなくなるんで。ああ、もう予定はね。はい、予定ありまして、僕が食べて、その後どっちかが食べて、その残りも食べて、リレー方式で食べていきたいと思います。リレーだから、リレーって本来バトン持ってて、はい、こう来ても、はい、まあ言ってしまえば早食いです。そうです。まあまあ久しぶりだね。こういう店に帰ってきたまず家で食うって、ほんと久しぶりだね。それでは、いきます。それでは、翔ちゃんからいただきます。ちなみに目標何個食えると思います？15分でしょ。10個。おー、まあまあ。それでは、よーい、スタート。いただきます。この勝負、飲み物がない。あ、用意しない。あ、用意しないの。中に飲み物入ってるの。いや、辛いよ、飲み物ないって。甘っ。多分ね、バッグが先に来るだろうね。だろうね。おー、今30秒しか経ってない。1個30秒だったら、これ全部終わる。こっちの方がうまい。ホイップが重そう。まだあるよ。でもあれじゃん、デザートってさ、別腹って言うじゃん。別腹から始めたら本腹だ。すぐカレーに逃げた。おっと、まさか行くんかな。カレー食いてー。入っていいよ。これさ、いつも思うけどさ、エビとか多いだけじゃなかったらどうすんの。お、入っていいよ。聞いてねーじゃん。宅配の人とかでさ、何が入っていいよだよ。いいよって言ってたのに。って言っていいから。じゃあ座ってください。とりあえず挨拶してください。教習所終わりました。おー、3ヶ月伸びた。おめでとうございます。エビくん、教習パーなる前に終わりました。今日でパーだったんでしょ。明日で。明日でパー。危なー。本命は早く行けよ。じゃあ、挨拶してください。タクです。はい、何で食った。3つですね。君でそんな積んでる。大丈夫だよ。あー、え、マジで。あの、今の話大事だと思うけど、このゲームの面白いところはそれがない。飲み物に聞いてない。運動会のリレーで途中で水飲むバカがいるか、俺。ねえ、これ俺の持ち込み企画。食べるじゃん。無理。あと56秒です。大丈夫ですか。寒気がする。10、9、まだいけるよ。いける。頑張って。お前ならできる。お前なら。お前なら、あと1秒。いきまーす。あの、持ち込み企画、放り投げて僕行きます。あの、お手頑張ってね。お前ね、お前人任せだろ、お前。さあ、入っておきます。やべえな、この企画。雨すごいね。うわ、俺牛丼買い替えるときに。やばね、無理か。そんな辛い。お腹いっぱいの辛いじゃない。こんぐらいのシュークリームだったらもう、あってるけど。はい、食えよ。何個食った。4つだ。3、2、1、スタート。いただきます。頭痛いで。つらいね。早くない。1個割ります。どんだけ。いや、それ1個な。なんかさ、でかいよね。2個よね。うっ、うっ、あ、お腹痛くなってきた。お腹痛い。離脱なんだ。4個目です。うん、4個割り。5個目は。あ、2、1。うわぁ、モンスターズインの3。あぁ、16個割ってる。無理、お茶ないと無理。なんで超ゆるい動画なのになんか無駄にそこ厳しかった。うん。今日、高校卒業休んできた。うのどさ、やべえ。めっちゃパンパンって思ってさ、もう抑えて。いや、じゃない、10万するだろ。で、俺一体がまとって。オーダー。3個。おい。17個です。大丈夫。ただの食事動画で。風を切って走る。